サックとタカシーのおしゃべり翻訳。はい、どうもサックでーす。タカシーでーす。はい、今日はですね、食べても太らず免疫力がつく食事法という、はい、あの、まあ食事法について書かれた本をご紹介しようと思います。はい、こちらですね。はい、まああの痩せたい人とかね、健康になりたい人は、うん、まあ、必見かなと思う内容になっております。いやー、ほんとね、はい、食べても太らず免疫力がつく、もうこれは、はい、これもうそのままだよね。そのままです、ね、そのままというか、もうこれができたらもう全てが手に入るじゃないけど、まあ言い過ぎですねまあどんな本か言いますねはい、はい、どんな本か、はい、これはですね、痩せるだけでなく長期的に健康になる方法が書かれた本になります。はい、はいはい、先にですね、ちょっとこれだけ言わせてください。はい、肥満は病気です。いやマジか、肥満は病気です。これは聞きたくない情報。はい、体には自然治癒力っていうのがあるんですよ。はい、まあ、もちろんご存知だと思うんですけど、はいはい、多少食べ過ぎても健康であれば、はい、無駄に内臓脂肪を溜め込んだりとかしないんですよ。はい、なぜなら自然治癒力があるから、はい、つまり肥満になるっていうことは体に異常があるっていうことなんですよね。もう本質ついちゃいましたね。はい、そうなんですよ。もう肥満病気なんだ病気です。俺 病気じゃん。ちょっと肥満すもんね。はい、病気じゃんこれ。そうなんです。やばい、病院行こう。もう 病院行こう病院行かなくてもこの本読んでいただけたら、はい、で、肥満はですね、あらゆる病気の原因になります。あの、さらにね、肥満病気やし、さらに肥満になるとあらゆる病気の原因になると。この内臓脂肪がたっぷりついてるってことはですね、体が慢性炎症の状態にあるということです。これはガチですか。はい、慢性炎症状態にあると免疫機能が落ちる、風邪が引きやすくなる、血糖値が上がる、うつ病になる、がんになる、もうこれ死ぬじゃん。もう死ぬんすよ。死ぬなこれ。肥満だと死ぬね。死にますね。うん、なんか不安煽るみたいな感じになってますけど。もう肥満の人、お疲れ様でした。肥満おつみたいな感じで。いや、まあ、叩かれますよ肥満の人に。そんな言ったら。まあそんなね、もう肥満はやばいぞっていう話が、まあ、最初にあるわけなんですけども、そんな肥満について話をするこの著者はですね、どういった人物なのかと言いますと、消化器外科医なんですよ。まあ、はい、ドクターです、はいはい、自身も以前は肥満体型だったらしいんですよ。はい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 、で、あのちょっと大学病院とかでね働いてたらしいんですけど もう常に気だるさと睡眠不足から来る眠気と戦ってたらしいんですよ。僕も常に気だるさと睡眠不足感じてるんだよな。やばいですね。で、この本ではですね、そんな著者が4ヶ月で14キロ痩せた方法に始まりですね、これはマジ？それに始まり、ライザップ以上じゃん。こんなライザップ以上です。腸内環境を整える方法とか、うん、免疫力上がる方法などが書かれてます。はい、また著者が運営するオンラインスクールではですね、ほう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 、100人を超える生徒が劇的に体調を改善させています。オンラインスクール入った方がいいんじゃんこれ聞くよりもオンラインスクール入ろうよ、まあね、オンラインスクール入った方がいいんですけど、まあ、その足がかりになっていただければね、嬉しいかなと思うんですよね。まあ、あの、やみくもに糖質制限して一時的に痩せても、あれ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 、それは健康的な痩せ方ではないぞと著者は言うんですよね。サックさん、はい、以前これ糖質の話ちょっとしましてませんでしたっけ。しました、ね、しました。糖質でこれカットで痩せるぜって、誤解しないでいただきたいのは、やみくもにというところです。糖質制限はやらなダメなんですよ。これ後から説明もしますけど、糖質制限はあのやるんですよ。この本でもやれと言ってます。でもやみくもにやってはダメだと、この一言がないじゃない、はい、やり方があるやり方と著者は言うんですね。はい、そんな著者の語る痩せる方法、免疫力を上げる方法を今回具体的に分かりやすく解説させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでですね、あのちょっと今回ね、あの前半と後半に動画分けさせていただこうと思ってまして、はい、まあ、前半で、まあ、その理論みたいなところね、はい、説明させていただいて、あの後半にですね、じゃあ実際にどうしたらいいんだっていうところの方法を、あの言わせてもらおうと思います。うん、なんでもうそんなもう理論とかもいいよっていう人はちょっと後半の動画をねだけ見ていただければなと。やり方教えてくれと、もう理論なんかいい、やり方教えてくれって人は後半の動画見てください。後半の動画は3日後ぐらいに上げようと思ってるんで、はい、見たい人はねぜひねチャンネル登録しておいていただければと思います。いや、もう見るべきですよね。はい、だって肥満の人死にます。おっ、言うてくださいや、これ、はい、これあかんが引っかかった、はい、肥満の人やばいですもんね。やばい、行きましょう。はい、ということで内容にいきます。はい、まずですね、痩せるためには2つのことについて知っておく必要があります。それは腸と
ホルモンについてです、はい、この2つが痩せるために非常に重要になってきますので、はい、そこの説明をまず最初にさせていただこうと思います。まずは腸ですね、はい、高橋さん、体重が減らない原因なんだと思います？まあ、いっぱいあると思うんですけど、まあまあ、じゃあ、なんて言ったらその食べ過ぎで、あ、そうです ね脂肪に変わってしまってるってこと。そうなんですよね。そんな体重が減らない原因をこのご飯やおやつを我慢できないからみたいな、まあその通りですね、みたいに自分の意思の弱さが原因だともし思っているなら、あなたはこの先もおそらく痩せることはできません。いえ、これはなんということだ。意思の弱さが原因じゃないんですよ。意思の弱さではない、ご飯やおやつを我慢できないからっていう、そんな理由じゃないんですね。はい、もうそんなことじゃねえんだと。じゃねえんだと、うん、意思じゃねえんだと、はい、もっと根本があると、はい、意思じゃねえんだと。肥満はですね、まあ、腸内細菌の比率によって決まると言われています、はいはい、これ、聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですけども、いわゆるあのデブ菌ってやつですね。なんか聞いたことないですか？ないですね。あ、ないですか？僕はないですね。なんかね、腸内細菌の、なんかもう状態によって太るか太らないかが決まってると、はい、で肥満になりやすい腸内細菌の比率が実際にあるらしいんですね、はい、そしてその腸内細菌の比率にダメな食事によってなりやすいっていうことが分かってるんですよ。はー、ダメな食事を繰り返すことによって太りやすい腸内細菌の比率になってしまうと。つまり食事によって腸内細菌の分布が変わって、その結果肥満になっちゃうと。新しい理論だな。そういうことがね、まあ、今分かってると。新しい理論だな、これ。そうなんですよね。2021年の理論だね。2021年の理論もう分かんないですけど、はい、今まで聞いたことでも最近のフロー、まあ、腸内フローラとかはねよく聞きますけど、まさかその比率で肥満になるっていうのはね、決まってるらしいですよね。デブ菌は力知らなかったな、トレンドだならしいですね。でまたですね、腸をただの食べ物の通り道とか便を貯める場所みたいに思ってる人はダメです、はい、そんな風に思っちゃダメです。腸は体の免疫機能の 70% を担っていると言われています、はい、全ては腸の中にいる腸内細菌の働きによって行われているんですよね、うん、だから免疫機能を上げようと思ったら腸内細菌を整える必要があると、うん、いうことになります。またですね、食べ物が体にいい作用をもたらしてくれるかどうかっていうのは、腸内細菌がその食べたものをどう処理してどう吸収するかによって決まるんですよ、うん、つまりどれだけ体にいいものを食べたとしても腸内細菌がいい状態でなければその効果は薄いということです。はいはいはい、はい、いいもん食っても結局吸収されなかったら意味ないですからね、はい、っていうことになるんですね。体は食べたもので できているっていう言葉あるじゃないですか、はい、あるんですけども、まあかなりそれは正解に近いけどちょっと間違ってると、はい、なるほど。まあ、腸内細菌の状況が良くなかったらいくらいいもん食べても結局はダメだと。そういうことなんです、ね、ダメだってことですね、はい、それがここでは言われてるんですね。腸内細菌はちょっとどういう風にコンディションを整えたらいいんですかね。その方法は後半の動画に載せてます。あ、なるほど。いやらしい。いやらしいっていうのを見るしかねえ。まあ、これがね、腸の話。この話聞いただけでも、あ、腸めっちゃ大事やなって思ったと思うんで、次ね、もう一つ肥満に大事な要素、はい、ホルモンです、はいはい、これは以前ね、太らない体でしたかね、まあ本でねご紹介させていただいてるんで、まあ、そちらの動画を見ていただきたいんですけども、ホルモンも非常に大事です。そのホルモンの中でもこのインスリンとレプチンっていうこの2つのホルモンが非常に重要になっています、はい、でこのインスリン、まずいきますね。肥満に最も関連するホルモンがインスリンです、はい、インスリンは血糖値下げる作用のあるホルモンですよね、はい、聞いたことあると思うんですけども、はい、糖尿病の人ってインスリン打ちますよね、はい、あれ血糖値下げるために打ってます。血中の糖を細胞内に取り込むことで血糖値下げてるんですよ、はいはい、血中の糖を細胞内に取り込むことで血中の血糖値を下げてる。それが2回言ったそれがインスリンの作用です。ちょっと分かりにくかったかなと思ったんで、はい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 、つまり細胞に糖がたまるっていうことですね。細胞に糖がたまってそれが肥満になる。そうなんですよ、うん、インスリンの作用によって血中から細胞に糖が取り込まれる、それが肥満になる。それが脂肪になるってことですか？そういうことです、はい。なんで肥満になると、はい、っていうことになってます。さらに肥満にはこのインスリン抵抗性っていう状態も関わってるんですね、はいはい、これ非常にややこしいんですけども、人はですね繰り返し行われる刺激に反応しないようになるメカニズムがあります、はい、まあ、どういうことかっていうと、まあ、例えばですけども薬って飲み続けたらどんどん効かなくなりますよね、まあ、それと似たような感じでインスリンも同じで、こう血糖値が何回も何回も上がってインスリンが何回も何回も出ると次第にインスリン出る量減ってくるんですよ。あ、怖いな、はい、そうなんですよね。この状態がインスリン抵抗性です、うん、はい、これがいわゆる
糖尿病とかっていう言われる状態ですよね。インスリンの量減るんで血中に糖が溢れちゃうんですよ。なんで糖尿病になるって言われてます。これちょっと質問なんですけど、はい、インスリン抵抗性っていうのは、はい、インスリンが出る量が下がるってことですか？そういうことです、はい。インスリンの感受性が下がるっていうのが聞いたことあるんですけど、それはまた別の話です、はい、それと似たような感じです、はい。まあ、同じ感じだと思ってもらったら、そこら辺の話すると非常にややこしいんで、うん、インスリン抵抗性イコールインスリンの出る量が減る、インスリンの作用が減るって思っておいてもらったら大丈夫です。はい、これがインスリン抵抗性です。ゴリゴリに押されました、ね、はい、ちょっとねその辺の話するとめちゃめちゃややこしいんで、もうちょっともうもうわけわかんなくなっちゃう。わかりました、はい、もうそこは、はい、お口にチャックで、そういうことです。でインスリン抵抗性、はい、この状態になると肥満になりやすいっていうことが分かってます、はいはい。とりあえずもう今までの説明ちょっとわけわかんねえっていう人はここだけ覚えておいてください、はい。インスリン抵抗性になると肥満になりやすい、はい、言い換えればインスリン抵抗性ってメタボリックシンドロームのことなんですよね、はい。メタボメタボと言いますよね。そうなんですよ。なんか福井が85センチ以上はメタボとか言われますね。なんかありますね、うん、はい。まあ、それはいわゆるインスリン抵抗性の状態ということができます、うん。つまり日に何度も食事をするとインスリンが出る回数が増えるんですよね、はい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 。結果的にそうなると抵抗性、インスリン抵抗性が増して肥満になりやすくなると。なるほど、はい。だからかあの血中の糖が増えて、うん、食事をたくさん取りすぎて血中の糖が増えてインスリンが出れば出るほどインスリン抵抗性が増して肥満になりやすくなるってことは、はい、もう根本言うんであればインスリン抵抗性にならないようにするってことが大事なんですね。そういうことですね、うん。その方法は後半の動画に載っております。絶対見るべし、はい、何回も言ってる。絶対見るべし、ご利用しですね。でもう一つ大事なホルモンがレプチンっていうホルモンになります、はい。レプチンはいわゆる満腹ホルモンです、はい。レプチンが出ると満腹中枢が刺激されて、ああ満腹だって思うということです、はい。例えば食べても食べてもまだ食べたいとか、満腹なのにまだまだ食べたいみたいな人、まあいてると思うんですけど、そんな人はこのホルモンが異常をきたしている可能性が非常に高いです。これは満腹なのにまだまだ食べたい、はい、病、もう精神病？いやいや違います。ホルモン異常、ホルモン異常、精神病じゃないです、ホルモン異常です。でこのレプチンもレプチン抵抗性っていう状態になるんですよね、はいはいはい、インスリンと同じく、はい。でレプチンは出ると満腹を感じるホルモンです、はいはい。肥満の人はこれレプチン出すぎて何回もご飯食べるんでレプチンめっちゃ出るんですよ、はいはいはい、満腹満腹って。そうするとレプチン抵抗性高まっちゃうんですよ、はい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 。でレプチン抵抗性高まると逆に脳までレプチンが届かずにですね、はい、満腹感を得られなくなるらしいんですよね、はいはい。でレプチンもなんとダメな食事によって過剰に出るホルモンだと言われています、はいはいはい。つまりダメな食事によってレプチンが出すぎて満腹感を感じることができず食べ過ぎてしまうと、こういう負のループみたいなのがあるんですよね。いかついループですね、はい、そうなんですよ。だからダメな食事をすると良くないっていうのはこのレプチンも関わってるということが分かってます。これが肥満に関係するホルモン2つになります、はい、インスリンとレプチンということで、腸とホルモンがいかに肥満に大事かっていうことが分かったかと思うんですけども、はい、じゃあ実際にどうしたらいいんですかと、まあ、そうですよね、はい、そこにつきますよね。そうなんですよ。実際にどうしたら痩せれるんですか、健康になれるんですかということは後半の動画で話しさせていただこうと思います。ということで気になる方はねチャンネル登録しておいてください。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。